にちは。はい、こんにちは。持ってる持ってる持ってる。何を持ってる？おっぱい持ってる。ええの。はい。秋です。秋です。はい。モテラチャンネル見てくれてありがとうございます。はい、今日は私らの苦手なところ、感情のない喋り方。軽く流す、なんて言うんかな、言い回し。あー、心がこもってない。そう、それそれそれ。そう。今日はそれを全部解決してくれる先生にお越しいただいて、私たちの弱点を速攻直してくれます。うん、やったー、はい、じゃあ紹介しましょう。はい。ブスケさん、どうぞー。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりあのハードルバクバク上がってるんで、ちょっと。うわ、出ずれと思いながら、はい、よろしくお願いします。はい、初対面です。はい、初対面。5分前に会いましたね。はい、はい、立て立てって言われて来ちゃった。でも、ちょっと自己紹介してもらいましょうかね。はい、はい、はい、劇団スターダスト日本というところで座長させていただきます、ブースケと言います。演劇歴が大体15年ぐらいになった感じですかね。はい、すいません、よろしくお願いいたします。素敵な経歴、お願いします。あ、実は座長させていただいてるんで。15年も、すごい。ベテランよ、ベテランじゃん。もう大したことない、本当に大したことない人間なんで、もう、はい、そこはあんまり。もう心こもってる喋り方が、下げてください、こもってんな。な、違う、ちょっといいですか、あの、お二人もだいぶ感情豊かに喋られてるんで、今のところ言うことがない。ほんまに、褒めいただきましたけど。いや、わかんな、そう、褒めたらなんだな、さらに上を目指したから、私らは。そうですね、はい、よし、今年の M1 もね、はい、やっぱ M1 そう、感情を込めてコントをやりたいな。素晴らしいですね、うん、はい、レッスン励みます、励みます。まずレッスン1、何かな。大きな声の出し方から学んでいきたいと思いましょう。はい、はい、大きな声、はい、大きな声出せてんねん。まあ、自分が声も大きいんで。いや、クッキーを鍛えたってもう全然。ね、私、口声ほんまちっちゃいから、うん、まあ、一口に大きな声って言っても、うん、実は発声っていろんなところを一斉に使って声を出してるんですよね。まあ、基本的にみんなそうだと思うんですけど、まあ、基本的に一番大きな声を出すのに一番大事なのって、うん、空気をいっぱい吸って一気に吐くのが大声の秘訣なんですよ。うん、それをどんだけ綺麗に声帯を震わして綺麗に響かせるかっていうのが、まあ一応大きな声の極意というか手順というか一つという感じなんですよ。なんでまず大きな声を出すには思いっきり吸う、そして最後まで吐き切る、それが一番大事なことになってるんですよ。で、俗に言う腹式呼吸とか言われるんですけど、まあ基本的にお腹がめっちゃ膨らんでめっちゃへっこんだらありだと思ってください。まずやっぱりここ気にしないですか。はい、でよく言われるんですけど、肩が動いてると良くないとか、肩が止まってこう吸う時にってなってると、うん、ここに入ってる感じなんですよ。へえ、はい、なるほど。こうお腹をボンと出してるイメージをすると肺が一番膨らんでる状態になるんで、まずそこを目指したい。はい、なんでまずお腹がよく膨らむみたいな状況を作っていただいて、お腹がよく膨らむ、はい、じゃあやってみましょうか。はい、何からどうやったらいい。そうですね、鼻から吸って口から吐く、で一旦思いっきり吸って、はい、誰が一番長くふーっとできるか、やってみましょうか。はい、多分僕ね、そんなに長くないんですよ。またご検討しますよ。それで言われたらもう、ちょっと、で、息の量も、ふーではなく、ぐらいで打ってるの。だから、もう10秒ぐらいで、多分終わってくると思うんですよ。はい、そのくらいを目指して、はい。誰か、せーの、みたいな感じ。じゃあ、大声でいこうね。はい。せーの。すごいよ。ちょっと負けちゃいましたけど。負けちゃいましたけど。ごめん。負けちゃいましたけど。ハイカツリアスリート並みやんね。ごめんね。ハイカツリアある方。宝を持ち腐れや。言うな。で、まあ、息を今みたいに思いっきり吸って、思いっきり吐く。で、声帯きれいに震わすっていうのはちょっと難しいんですけど、喉を俗に言う、
あくびをした状態の喉ってわかりますかね、喉の奥の方の、ベロの奥の方の喉チンコがあるあたりに、これをグイッと広げてほしいんですよ。ああ、わかりました。ああ、みたいな、喉にしておいてほしいんですよ。これを広げてないと、なんか翌日すっごい喉が枯れてたり、それこれが低い状態でやっちゃうと、なんかすごく喉に負荷がかかってるらしくて、それをこうずっとやってると、なんかもう声が届かなくて、あ、広がりが悪くて、かつなんかダメな状態みたいになっちゃうので、なるほど、まずこの喉をあーっと広げる、あくびをした感じ、はい、あくびをした喉みたいなのをちょっと意識してもらえる、その状態で、はーって吐くイメージを出してもらえたら、ここどこがどんな大きな声出せるかちょっとあれなんですけど、あ、でも前道路やから大丈夫ですか、あ、大丈夫ですか、で向かいが小学校で今日休みやから、あ、じゃあ、あの全然力が入ってない状態、その状態ですね、あーみたいな音でちょっとあーって出してみましょうか、そのイメージ、もう力全然入ってない状態で出してもらうのがいいと思います。さっきみたいに、吸って、あーって出してみましょう。はい、はい、大きな声はまた出さなくて大丈夫です。はい、いきます。3、はい。あとってもあの力が抜けててめちゃめちゃいいと思います。なんか本当にでーでーってなってとってもただ発声ってやっぱり力を入れなきゃいけないシーンってすごくあると思うんですよ。突っ込む時とか、まあいいボケをする時とか、なんか割と力入ってるじゃないですか。多分ってやってたら多分ウケないと思うんですよ。ちょっと響きっていうところを意識したんですよ。それってちょっと俗に言う、これ難しいんですけど、頭からこう出すイメージ、こう出すイメージだから、今あーって出してるのあーって出してほしいんですよ。イメージ分かりました、イメージ分かりました、あーって出すイメージ、ここから出す感じは広げて、はい、そうです、喉は今の感じ、それを上から出す、あ上から、あ、そのイメージです、あーそうです、あーおーあーって出すイメージ、あーもう手もつけましょうか、はい、手つけてさっきみたいにあーって出してくれましょうか、了解です、では、はい、いきます、3、はいです、いきます、3、はい、あーはい、OK です、あ、だいぶなんかいい声出てます。なんかすごく演劇的な声が出てる気がする。なんで、やめろって言ったよ。そうや、女優や。あ、そう、なんか悪くない。すごく掴みが早い気がします。早い。本当に、本当に。いろいろ怒られてるから、ね。今、多分なんですけど、結構セーブして出してると思う。うん。本気出したら、多分今3倍ぐらい出るはずなんですよ。うん、今多分、うん、ちょっと脱力とかあったじゃないですか、それの影響でどうしてもその力の入れ方がすごい難しくて、お腹を引っ込めるところにグーッと意識入れて息出す量をハーッにしたいんですよ。で、喉のポジションはさっきと一緒、響かせる方もさっきと一緒みたいな感じで、なんでしょう、ちょっと覚えましょう、あーって出したいんですよ。イメージ出したい、息の量だけをこうめっちゃ増やしたいって感じ。だから短くて全然構わないんで、あーって出してみましょうか。短くて全然構わないです。はい。では吸います。はい。はい。あー。そんなそのイメージです。そのイメージ。これちょっと いかんせん時間が短いんでちょっとしかしてないんですけれど、このイメージを持って日頃から練習を続けていくと、ちょっとずつ大きな声になっていくと思うんですよ。で、喉がだいぶ楽になるんで、さっきのあくびした感じみたいなのをちょっと意識して、で、
特にみたいななった時とか、どうしてもその漫才の途中でそういうシーンが出てくることもあるかもしれないですよ。なんとかねってなった時に、どんだけこう喉が綺麗に使えてるかっていうのがやっぱり長く続けるコツになってくるんじゃないかなと、はい、思いますので、はい、今日はいいワンポイントなかったな。めっちゃ有意義な時間でした。そう、これをちょっと練習して1ヶ月後どうなってるか、はい、また YouTube で、はい、そうね、うん、もしかして1ヶ月後また呼ばれる、もしかしてお会いすることになりそうね。そうね、そうね。これはレッスン1やから、レッスンずっと続く。あ、ほんまレッスン1って言ってた。そうよ、MI の道。先生みたいな。また呼ばれちゃうんですか。そう、大役ですね。モテランの沼にハマりましたね。これなんですよ。じゃあまた頑張ります。頑張っていただけそうなんで、はい、レッスン2をまた皆さん、そうね、はい、お楽しみに。お楽しみに、私たちも頑張って練習します。はい、はい、皆さん。